バッテンです。今日はですね、相加相乗平均の代償関係、まあ有名な公式ですけれども、これの面白い定理の証明、面白い証明を紹介しようと思います。公式はこちらですね。これについて詳しく解説することは今日はしないんですけれども、相加相乗平均、2変数の場合はこういった性質が成り立つよと。でこちらについてはですね、教科書などで見られる一般的な証明っていうのは、左辺の2乗マイナス右辺の2乗をして0以上を示すっていう、 そういった証明が,が多いかと思うんですけれども、図形的に証明することができるんですよね。例えば、呼び乗りさんのですね、動画が有名ですけれども、総価総上平均ですねえ。噛みやすいので、ぜひ友達と話すときは気をつけてください。総価相乗平均。方きの定理を使って、円の上で図形的に示すっていう動画があります。 これとても綺麗な証明なんで、まだ見てない方がいたら、そちらもですね、ぜひ見てみてください。概要欄にも貼らせていただきました。ただ、このですね、方々の定理を使った証明っていうのは、2変数の場合の証明になるんですよね。で、たまに、相加相乗平均、3変数バージョンを使うと、とても解きやすい問題っていうのがあったりします。で、2変数から3変数の拡張っていうのは、そんなに大したことはなくて、成り立つ性質っていうのは、 もうすでに知っている方も多いと思います。方びきの定理を使った証明っていうのは、2変数の場合を図形的に綺麗に証明する。そういった証明なんですけれども、3変数の時にも図形的にすっきり証明できるよっていうのが、この動画の趣旨になります。ですので、2変数の時でも3変数の時でもですね、グラフを使うと図形的に目で見てパッて証明できるので、そういった面白い証明を紹介しようと思います。で、実はですね、対数関数を使います。 y イコール l o ax ですねで。こちらのグラフを使って証明をしていきますで。一つ言い訳なんですけれども、対数関数使っていくんですけど、その abc っていうのは正の数とします。本当の相加相乗平均、0以上で成り立つんですよね。2変数の場合は a が0以上、b が0以上。3変数の場合は abc が0以上と。なんですけど、対数関数使った証明では全部がプラスとしておきます。なので本当は 0の時っていうのは別途確認しないといけないんですけれども、今回はプラスっていう条件の下で証明をしていきます。ではまず2変数の場合証明していきます。証明する事項っていうのは、A が正、B が正の時に2分の A プラス B っていうのがルート AB 以上になる。で、統合成立は A イコール B の時っていうのが2変数の相加相乗平均の主張でした。これを Y イコールログ 2X。あ、実はこの t 今回2を取ってきたんですけど、これは1より大きい数であれば、この証明成り立ちます。なので、数3習っている方は、y イコール log x 自然対数でも、もちろん大丈夫です。今回一つですね、条件をくっつけます。示した意識っていうのが、a と b について対象なので、a は b 以下、この関係が成り立っているとします。つまり、このようにセットしても、一般性を失わないよと。この時に、y イコール log 2x 上に、 x イコール a、x イコール b の点をそれぞれ a、b とします。a と b は正なんで、こういう点が必ずあるよと。で、この2つの間に線分を結びます。こちらですね。で、さらに、ここが肝なんですけれども、a と b の x 座標でのちょうど真ん中、ちょうど平均のところを取ってきます。この時、この x 座標は2分の a プラス b ですよね。この時に、この x イコール2分の a プラス b と、 y イコールログ 2x の交わる点を d この a, b を結んだ線分と交わるところを c としておきますこの時に y イコールログ 2x 上に凸なんですねここがポイントですつまり上にこう膨らんでるんですよねなのでこの d と c の y 座標に着目すると d の y 座標っていうのは必ず c の y 座標以上のところにあるんですねこれは 上に膨らんでるっていう性質を使っています。ですので、それを式にしていきます。つまり、D の Y 座標っていうのは、X イコール2分の A プラス B での、Y イコールログ 2X の Y ですよね。ですので、D の Y 座標は、ログ22分の A プラス B になります。で、これが、C の Y 座標。C の Y 座標は何かっていうと、C ってどういう点かっていうと、線分 AB の中点ですよと。ですので、 A と B の Y 座標のちょうど平均ですね。A と B の Y 座標、それぞれログ 2A、ログ 2B なので C の Y 座標っていうのは2分の1かけるログ 2A プラスログ 2B とこのようにかけます。で、この不等式が成り立つよと。あとはこれを変形していけば相加相乗平均が実は出てきます。まずはここを整理するとログ 2A、 ab ですね。定が同じ対数の足し算っていうのは真数の掛け算になるよと。で、二分の一っていうのを右肩に乗せてあげると、ここはログにルート ab。つまり ab の二分の一乗なので、ルート ab になります。そうすると、対数の代償関係が成り立っていて、今回定が2ですよと。定が2の対数関数、上でグラフで見た通り、右上がりなので、対数が大きいってことは真数も大きいと。 ですので、ここから、これがすぐに導かれて、相加相乗平均の関係が示されます。では、最後に統合成立条件ですね。このイコールが成り立つのはどういう時かっていうと、ここでイコールが成り立つ時ですと。じゃあ、この式なんだっていうと、D の Y 座標と C の Y 座標を比較した式でしたよね。でグラフ上で D と C の Y 座標が一致するときってどういう時かっていうと、これは A イコール B の時です。 つまり、点 A と点 B が一致する時ときと、このとき A と B がくっつくんで、この点 C っていうのもそこの点になりますよね。この A と B の平均っていうのはもうその点になるよと。で、このとき D もその点になってきて、C と D がくっつくんですね。でも A と B が離れてしまっていると、その間の結んだ線分っていうのは、必ずこの対数関数より下にあるので、D と C が離れてしまうんですね。 ですので、統合成立は A イコール B の時のみとわかります。では次に3変数の場合証明していきます。全く同じグラフを使います。示したいのは ABC が正の時に3分の A プラス B プラス C。これが ABC の掛け算の3乗根以上ですっていう式ですね。で、今回も一般性を失わないので、こういうふうに代償関係を定めておきます。でこの時に、 さっきと同様に、x イコール a、x イコール b、x イコール c の3点を取ってきます。で、考え方は気づくかもしれないんですけど、今回は三角形を作るんですねで。さっきは2点の中点を取ってきたんですけど、今回はこの3点によってできる三角形の重心を取ってきます。もちろん三角形にならないケースっていうのもあって、 A と B がくっついたり、B と C がくっついたり、ABC がくっついたりしたら、重心という言葉は存在しないんですけれども、今回は説明を簡単にするために、重心という言葉を使わせていただきます。つまりですね、まず、さっきは X イコール2分の A プラス B っていうのを取ってきました。で今回は、X イコール3分の A プラス B プラス C、つまり A と B と C の X 座標の平均を取ってきます。この時に、 この対数の、対数関数のグラフとですね、交わる点を D としておきます。で、三角形 ABC の重心を G とすると、実は G っていうのはこの直線上に乗ってきます。なぜかっていうと、重心の座標公式で習ってる方も多いと思うんですけど、三角形の重心の座標っていうのは、その3点の座標の平均取ったものになるよと。なので、X 座標それぞれ ABC なので、それの平均を取ったもの、 が重心の x 座標になると。でそので g もこの直線上にあります。そこで全くさっきと同じことが言えます。つまり、対数関数のグラフっていうのは上に凸ですと。ですので、この点 d と点 g、この2点に着目したときに d の y 座標っていうのは必ず g の y 座標以上のところにあるんですね。それを式にしていきますで。d の y 座標っていうのはさっきと同様で対数関数の上に乗って 出るのでこれですよねでこれが G の Y 座標で G の Y 座標何かっていうと G は重心なので ABC のそれぞれの Y 座標の平均を取ったものですとそうすると3分の1することのそれぞれの Y 座標の合計これで出てきます重心の座標ですね で、さっきと同様に、これは、ログ 2ABC。で、この3分の1っていうのを右肩に、真数の右肩に乗っけてあげると、これは、ログ2三乗根 ABC になります。そうすると、今回定が2で、さっきと同様に、対数の代償っていうのは真数の代償になると。ですので、ここから3分の A プラス B プラス C が、 三乗根 ABC 以上ですっていう式が導かれます。これはまさに三変数の相加相乗平均です。では最後に統合成立条件を確認します。どういう時に統合成り立つかっていうと、ここが統合になればいいんですよね。で、この式なんだっていうと、点 D と点 G の Y 座標を比較した式でした。なので統合成立条件は D の Y 座標と G の Y 座標が一致するときと。で、これは A と B と C が一致するときになります。グラフを見ていただいたらわかると思うんですけど、ABC が一致すると、点 G っていう、この X イコール3分の A プラス B プラス C っていう点も対数関数上に乗ってきますと。それが D と一致してきて、統合が成り立ちますし、他のケースだと D と G っていうのは必ず離れます。A が別のところにあって、B と C が仲良く同じところにあったとすると、 こういう直線になりますけど、点 G っていうのはこの直線上乗ってくるんで、必ず隙間ができますよね。っていう感じで、A と B と C が一致するときのみ、えー、これはつまり、A イコール B イコール C ですよと。で、統合成立条件が出てきます。では、最後におまけで、2変数の相加相乗平均ってよく出てきますよね。受験の問題集とか解いてると、切り札的によく出てきます。 ただ、3変数の相加相乗平均って、あんまり馴染みがない方も多いと思うんですよね。じゃあ、どういう時に使えるかっていう話をします。例えば、こういう問題を考えます。こういう問題あったとすると、パッと見、相加相乗平均使いたくなりますよね。なんですけど、使っても X が消えないと。2変数の相加相乗平均。イントネーションがおかしいですね。2変数の相加相乗平均使っても、X がうまく消えてくれないと。 こういう次数が違うときに、実は相加相乗平均、3変数バージョンが登場します。つまりこれをですね、こういう風うに分解します。つまりここをですね、2つに荒らすんですね。そうすると、これ3つ掛け算すると、x 消えますよね。なので、3変数の相加相乗平均が活躍します。つまり、これは3倍の3乗根、 こうなります。さっきは3分の a プラス b プラス c でやってたんですけど、3を右辺に持ってきてます。これは、こういうふうに計算できて、x が消えてくれると。で、まだこれは最小値とは確定してなくて、統合成立条件っていうのは、x2 乗イコール 2x 分の1イコール 2x 分の1。ここはまあ成り立つので、無視してよくて、x2 乗イコール 2x 分の1。これ解いてあげると、x3 乗が2分の1となって、x イコール 1> 1 2分の1の3乗根と。x が存在するので、これが最小値になりますと。なので、一瞬で出ます。数学3を習っている方はですね、これ見た瞬間に微分したくなるかもしれないんですけど、3変数の相互相乗平均使うと、こういうふうに最小値が簡単に求められるときがあると。では、今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。